彼ほどね気の進まないおし気の進まないラーメンを買ってみないあれなんですか、しょっちゅう行ってるんで何を今さらそれを僕らに紹介してくれたのなんでわざわざいやもう早くラーバーラーバーラーバー連れてってください気がすこれさあそんなわけで今回3人が訪れたのは強烈な個性を放つ塩ラーメンで大人気の塩そば専門店桑原。まず真っ先に目につくのが貼り出されたお客様アンケート結果、麺が硬い、スープがしょっぱい、店が狭い、店が汚い、夏暑い、冬寒いなどなど、もうひどいありさま。気になるその実態とは果たして。嫌いのラーメン職人でありながら極度の人見知りとして知られる店主の桑原正樹さんに代わり、営業を仕切っている店長の安澤悦司さん。塩そのままの味をダイレクトに感じてほしいと、あえてタレを作らずに塩を直接スープに溶かし込むことで実現した鮮烈なしょっぱさ。そこに合わせるのは製麺所と二人三脚で作り上げた驚きの硬さを誇る自慢の細ストレート麺。さらにさらにチャーシューという次元を軽々と超える超厚切り肉。夏暑くて冬寒い狭い店内で味わう桑原ならではのそのお味とは、はぁ、もう気になる気になる。ありがとうございます。いただきます。肉でかすぎ。でかいですね。ひどいひどいじゃないですか。ひどくはないですよ。いちいちこれさ、あの炙ってあるんですよ。美味しくするためですよ。この香ばしさがいいですよ。でもほらスープがこれね、ほら見てください、ね、透き通ってて、そこまで見えんですか。見えますね。綺麗ですね。やる気あんのかって感じ。いや旨味が詰まってるところ。どうぞ食べてください。あ、来ました来ました来ました。あ、来ちゃいましたね。お待たせしました。ありがとうございます。はい、すごい喜んでるじゃないですか。間違えた。ちょっと間違えた。着丼した瞬間からうはーはーテンションマックス。いよいよいただいちゃいます。おお。しょっぱい。店主さんの前で言っていいのか分からないですけど、しょっぱ、しょっぱいですね。これ変わってますね。これ変わってますね。すごい、これダイレクトに来ますね、はい、塩が。でもきつくないでしょ。うん、なんだろう、だから本当にお家の塩こうバーってかけたりしたら、下の横側がこうガーってなっちゃうけど、そういうんじゃないよ。塩がね、モンゴルさんもね、岩塩。興味ない。いや番組なんで。お願いします。そう紹介しないと。モンゴルさんなんですよ。モンゴルさんみたいですよ。でもそれが多分こう塩角立ってるけど、やっぱちょっと、ね、丸い感じなのは、ね、風味があるんですよね。こだわってるようです。こだわってないようで。そうにはね。スープは大山地鶏から抽出してるみたいですよ、加藤さん。大山って書く。そうです。こだわってる。そんな高級なもん使ってたんだ。そうなんです。使ってるんですよ。マジで。本当に大山地鶏なんですか。知りませんでした。それで行きますかね、ちょっと。結構細めで、うん、も片面ですけどね、こう表面ツルツルした感じのすり心地が、うん、なんか塩ラーメンっていうと極端に細いかもっと太めかなんで、うん、ここにならされちゃってるんで、これが一番美味しいと思っちゃうんですよね、うんうん、合いますね。合いますね。すいません。パンチのあるスープとの、はあ、相性がいいですね。すごいシンプルですね、本当。これだからやっぱ通っちゃう感じ分かりますよ、加藤さんが、うん。飽きないですよ、これね、多分ね。うん、おいしい。でもこのね、池袋界隈、まあ145軒ぐらいある。その中で一番汚いですね。一番。ディスりまくりですけどね、以前のこと。まあでも、なんか理由があるんですよね、やっぱね、ここに。何なんでしょう、その何度も行ってると慣れちゃうお店っていうのが出てきちゃうと、ここは慣れないんですよ、何度来ても。慣れない。バカ野郎、寒いよ。今度寒くない時来ようとか、暑いよ。もう今度もうちょっと涼しい時来ようとか。でもうね、限定も多くて、限定がツイッター見てると限定、今日の限定は何するの？って出てるとしょうがねえな。
めっちゃ好きじゃないですか。今日も行かなきゃと。バスルで食べて限定全部食べてない。めちゃめちゃ追っかけてるじゃないですか。まだこれからです。これからまだまだベタボレじゃないですか。いやいや、どうなる。いつか添い遂げるって言っちゃってるの。いつか嫌いなのが出てくる。その日を楽しみに。いつか戦い続け。戦いですね、ラーメンは。戦い続け。まだチャーシュー食べちゃいけないんですか。チャーシューまだダメです。あ、そうだ、出ます。うまいじゃない。フライングですね。うまいじゃない。つい出ちゃいましたね。骨がインパクト大きいですね。私いっちゃいますね、これ。チャーシューを、ね、こんなでかいですよ、これ、ね、すごいね。あのね、細かく薄く切るのが面倒なだけです。絶対そうなんですかね。あとで聞いてみましょう。もうとこの卵いっちゃおうかな。はい、きました。ああ、いいですね。これも味がしっかりしてますね。黄身がこう、このスープに溶けちゃうのが嫌なんですよ、僕。はいはい、うん、ちょうど溶けないやつですね、このね。ちょうど溶けないようにしてあるの、わざと。全部考えてます。偶然な。茹で加減も計算してされてるんですね。今日はね、ちょっと茹ですぎただけです。たまたま。いや、ここまでやっぱシンプルだと、うん、絶対また食べたくなりますよね。ね、ですよね。もう加藤さん、はい、おすすめの、いやー、だからね、もう一押しの、うん、ディスりつけて。いや、でもね、通ってる感じがね、わかります、これ。通いたくなります、これ。確かにね、こう、ハマっちゃいますね、このシンプルだけど、このね、極端な感じ。なんかたまんないっすね、これ、ね。だって塩ラーメン。名前の通り。何言ってんの。塩ラーメンがしょっぱくなくてどうするっていう。塩が主役ですね。文字通り塩ラーメンですね。うん、ね、他のは全部塩味ラーメンにすればいいんじゃないですか。塩風味とかね。塩風味ラーメン。大体塩風味ですよね。食べ物塩風味ですよね。ちょっと全部飲んじゃっていいですか。めちゃめちゃ好きなんで。ドイツ TT さんの方も。俺も結構、俺完全に終わっちゃってますよね。早い。終わり、食べ終わりですね、完全に。やらせなし。うまいぞ。ごちそうさまでした。お好きなんですね。認めましょう。よかった。確かにうまいです。これはうまいです。いや、もう加藤さんもついに認めたそのうまさ。うん、私も気になる。ただここで一つ問題が。問題はね、問題は桑原っていうお店の名前なのに、はいはい、その本人がめったにいないってことなんですよ、うん、どうしちゃったんですかね。あの、今まで何3回ぐらいしか見たことない。そうなんですね。店主なのにここにいるの見たことないです。でも今日はさすがに取材だから来るんですよね。知らないですか。お、いや、知らないです。さっきいた人は、ラーメン作ってた人は店長さん、店長さん、桑原さんではないですね。桑原さんじゃないです、うん、来るんですかね。でもなんかすごく、ものすごく人見知りをするという噂というか、自分で書いてます、人見知りをするで言い訳いろいろベタベタ対人競争とかいろいろ書いてます。さすがにラーメン王がテレビですから、ね、そうですよね。来てくれますよ。楽しみですね、これ。楽しみです ね、はい、店長の安澤です。お味はどう。ちょっとあれ、小原さんは今日はあの神宮にヤクルト戦に。テレビ収録なのに。テレビ。ひどい。ひどいですね。